それではですね、今日はあの初心者の方のためになんかアドリブ の, あの第一歩、アドリブをやるためのね、簡単なアドリブについてのからくり、ね、を初心者のために簡単に説明してみようかなとか思いますけども、ね、アドリブは、あの何からできてるか言ったら、まあ別にこうめちゃくちゃ弾いてるわけではなくて、何かの音階を使って、ね、弾くわけですね。ドレミファソラシド、ね、これを使ってやるアドリブなんて結構たくさんあるんですけども、ドレミファソラシドってね、あのなんかみんなこう、あただのドレミファソラシドかと思うんですけども、これを使ってね、実はアドリブはできちゃうんですね。例えばドレミファソラシドに合う、和音っていうのがありますね。ドミソの和音を弾いてって弾くのも一つの、これ立派なこれアドリブですね、一つのね。で他にもね、ドレミファソラシドに合う和音をいっぱいやって、それらをこう動かしていくことによって、動かすことによって、その上にドレミファソラシドを弾くだけで、メロディーができちゃうという。ちょっとやってみましょうね。Dm7 っていうね、和音。で、G7 っていう和音。そして Cm7 っていうね、和音。続けて弾くと、もう一度弾くと、ね、でこの動きにドラミファソラシドを弾くだけで音が合ってしまうっていう。はい、いきますね。この音階の中を、自由に、ね、動き回ってもひょっとしたら、音は合うわけですね。ドシラソファミレド、例えばちょっと並び方を書いて、ドラシソラファソファミシドでもいいよね。こういうのも合うし、どんな風に、その音階の中を動き回っても合うようになっていくんですね。これが、まあ、アドリブの種明かしという。ちょっとやってみましょうか。ドレミファソラシド、ドシラソファミレド、を並べ、あの、ね、自由にランダムに弾いてみると、指一本でもいいよ。ね、あのこれでちゃんとアドリブ、立派なアドリブになってるんですね。うん、いきます。勉強されると、アドリブが弾けるようになるようになりますね。今日はこんな感じで終わってみましょうか。はい、では。